では今日も購入品を紹介していきたいと思います。今日はプライマークに行ってきました。まあ、そんなにプライマークでは買い物してないんですが、こちらのハイソックスとスリッパを買ってきました。と、借りていたお部屋がですね、靴を脱いで生活するスタイルの部屋だったんですけど、部屋で使える靴下を持ってきてたんですけど、スリッパの方がいいかなと思ったので、とプライマークでスリッパを買いました。ソックスはですね、持ってきた靴下はちょっと短めのソックスを多めに持ってきていて、まあ、ハイソックスも2足ぐらい持ってきてたんですけど、毎日ハイソックスがいいなと思ったのでプライマークで買いました。これは2足で2ポンドでした。で、このスリッパは、まあ、裏はこんな感じで結構、安物っぽい感じはするんですけど、まあ、4ポンドだったので、まあ、600円ちょっとぐらいですかね。610円ぐらいなので買うか迷ったんですけど、まあ、長期滞在の部屋に移ってから買おうかなとも思ってたんですけど、購入することにしました。で、今日は食料品は、テスコで買ってきました。今日はテスコに初めて行ったんですけども、大家さんがメンバーズカードの QR コードをですね、貸してくれたので、ちょっとディスカウントして買うことができました。まず食料品は、今日は卵を買ってみました。今日ショッピングセンターでイングリッシュブレイクファーストを食べたんですけど、まあ、卵は普通に焼けば食べれるかもしれないと思ったので、今日はスーパーで6個入りのを買いました。本当は同じ値段ぐらいで十数個入ったような卵のパックもあったんですけど、食べきれないので割高ではあるんですけど、6個入りで買いました。これはですね、6個で 1.6 ポンドですね。生活必需品とティッシュ箱と持ち歩きのティッシュを買いました。持ち歩きのティッシュは日本からで持ってこられたんですけど、持ち歩きのティッシュもしかしたら必要かもしれないんで買いました。これはですね、店員さんにティッシュボックスどこですかっていう風に聞いて購入したんですけど、値段は、まあ、プライベートブランドなんで 1.1 ポンドです。まあ168円ですね。もう少し安く買える場所があるような気もするんですけども、まあ今日のところは1箱で十分なんで、はい、買いました。ちょっと化粧をする時とかにティッシュがあると便利なんで、はい。あと持ち歩きのティッシュも、まあ、あった方がいいかなと思ったんで買いました。これは 0.9 ポンドなんで153円で137円ですね。まあなくても生活できるけどあってもいいかなと思ったので買いました。で、テスコの8個入りのバターロール買いました。まあ、パンもいろいろ試して買ってみようと思ってます。今んとこクロワッサンと今んとこクロワッサンと、今朝食べたのがスコーンですね。クロワッサンとスコーン、まあスコーンパンじゃないですけど買って、で今日はバターロールを買ってみました。まあ、食パンは一番安いし1ポンドですごい1斤分ぐらい入ってるんですけど、食べきれる自信がないので、まあ、多分朝に2枚ずつとか食べれば食べきれるんだと思うんですけど、そんなに食べないかなと思うんで、今日はバターロール買いました。で、これはバナナママンソルティッドキャラメルクリーム
なんかよくわかんないんですけど、プリン的なものを、塩キャラメルクリームのプリンですね、多分。ママ甘いもの欲しかったんで、でこれがですね、会員価格でちょっと安かったんで、これ1パンドです。でヨーグルトですね、これはギリシャヨーグルトです。まあ、味がどうかわからないんですけど、これも安くなっててですね、これも6個入って1ポンドなんで、6個入って153円で、結構これはお得な買い物をしたかなと思っていて、まあ味が美味しければ正解かなと思って買いました。1個売りとかのやつを買って味を試してからたくさん買いたいんですけど、あんまり1個売りのものっていうのがないので、悲しいことに6個入りで試して食べて美味しいかどうか見てみようと思います。あとこれゴミ袋ですね。ちょっとゴミ袋がですね、家のどこにあるのかよく分かんなかったんで、これは移動しても使えるかなと思ったし、コンパクトなんでいいかなと思って買いました。で最後にこれジャムなんですけど、これがですね、いちごジャムのテスコのプライベートブランドのジャムなんですけど、これがですね、これがなんとびっくり価格なんですけど、これいくらだと思いますか。これはなんとですね、28ポンドだったんです。はい、嘘です。 0.28 なんで28ペンスですね。28ペンスだとこれ42円でした。454g 入って、このお値段、 454g 入って約43円なので、大丈夫なのかなっていう心配はあるんですけど、スコーンとか食べてる時にどうしても味がなんか欲しいなと思ったんで、今日はジャムを買いました。本当は泡で出てくる、ホイップされた状態で出てくる生クリームを買いたいんですけど、ちょっと今買うと引っ越しの時に大変かなと思うんで、ストロベリージャムを今日買いました。これもちょっと引っ越しの時大変なんですけど、まあ生クリームよりかは移動の時に冷蔵庫に入れなくても大丈夫かなと思うんで、引っ越ししたらそのホイップされたこう泡で出てくるホイップクリームを買いたいと思ってるんですけど、どんな味なのか楽しみです。それでは今日はここら辺で終わります。